CPU の分岐予測最適化で AMD の真の性能が発揮されるなんて触れ込みでしたが、 7950X3D では思ったほど効果なかったんですよね。そこで今回はインテルでも若干性能がアップが見込めるらしいので検証していきます。グリーングリーン、レッツゴー。はい、メイ君です。インテルのね、適用前との比較したかったんですが、 GPU の調子が悪い時にいつの間にかにアップデートされちゃったんで、まあ、前後の比較は今回はできませんでした。すんません。まあ、そこでね、今回はインテルの 14900K の適用後と 7950X3D の適用後同士で直接比較してみます。トリプル環境下でのベンチ比較ですね。まあ、あんまりねないんですよ、トリプル環境下ってのはね。はい、ということでね、どちらも空割り液体金属仕様ですが、インテル側はさらにダイレクト大冷却です。ラジエーターもインテル側の方が 60mA、 AMD 側は 30mA、 CPU は両方水冷の4090を装備していますが、 AMD 側は両面冷却なのでさらに冷える。メモリーはインテルが 8000、 AMD が 6000。 インテルはマザーボードメーカーのデフォルト設定に XMP を適用、 AMD は PBO2 と EXPO を適用しています。それじゃあいってみよう。はい、まずはシネベンチ R23 ですね。ちっちゃいんで、でっかいモニターで見ると細かく見れるかもしれないです。まあ、とりあえずね、 7950X3D は適用後はマルチが 33,944、 マックス温度87度、シングルが1901でマックス44度、 14900K が適用後がマルチが 38,856、 マックスが67度、シングルが2016のマックスが39です。これね、トリプル環境なんでだいぶ低いですね。インテル側はシングルモニターの環境であれば4万1000ぐらい出てましたんで、まあ、3000ぐらい両方とも低い感じですかね。はい、続いてサイバーパンク2077ですね。左側が 7950X、 右側が 14900K ですね。どちらも 14900K の方が今回は勝った感じですね。これ、あの 4K とフル HD で計測はしてるんですが、実際には NVIDIA のサラウンド機能を使って常に3画面の状態になってるんで、まあ、あのよく比較されてるシングルモニターでのサイバーパンクの数値とは若干異なると思います。まあ、なんでこうなってるかっていうと、まあ、メイ君はシムレースゲームばっかりしかやらないんで、まあ、トリプル環境での PC の性能がどうかっていう意味でこういうベンチの測り方をしてます。実際には1画面にあのしちゃってサラウンドを解いて1画面にしてゲームをやるともっと FPS は出るようになるし、なんだったら AMD の 7950X3D の方が有利になります。まあ、ここら辺はね、シングルモニターだと、せっかくのトリプル環境なのにね、あのシムレースゲームは全く面白くなくなっちゃうんで、まあ、トリプルでやりたいと。そうするとトリプルだったら AMD とインテルどっちがいいかっていうことで今回のこの測り方になってます。はい、ということでこの差でした。はい、続いてはね、 FF14 ベンチですね。こちらも左側が 7950X3D、 14900K は右側です。数値はね、どちらも 14900K が若干上回る感じですね。まあ、上段がフル HD の標準品質で、下段が 4K の最高品質の設定になってます。どちらも DLSS が効いてます。まあ、このベンチになってからね、結構重くなってますね。スコアもね、少し下がった感じになってますが、まあ、重い環境で、トリプル環境の重いゲームは 14900K の方がやっぱりあのクロックの高さとコアの数の多さで有利に働いてるのかなと感じます。まあ、あとはね、
消費電力だけで比べるとやっぱり 14,900系っていうのは、あの今回 BIOS の方で新しく適用された、BIOS メーカーの、BIOS メーカー、あのマザーボードメーカーのデフォルト設定でやってるんですけど、これだとやっぱり 140W ぐらいマックスでいきますね。これを、インテルのデフォルト設定にすると AMD の 7900X3D と大差ない、消費電力になるんですけど、スコアは若干落ちます。まあ、その場合この7900X3D とほぼ同じぐらいのスコアが出るんで、この AMD とインテルの両者の CPU って考え方は違うんですけど、同じような使い方をすると同じような性能が出るっていう感じに私は感じました。まあ、あとはね、水温がまあどちらも、室温が32度ぐらいで、水温はエアコンつけてるんで19度から20度ぐらいで安定してます。なんで CPU も GPU も軒並み温度は低めですね。まあ、通常の空冷や、簡易水冷、もしくはケースで運用してる本格水冷に比べると、メイ君は外出しのラジエーターにしてるんで余計に冷える形にはなってると思います。まあ冷えるのは冷えるんですけどね、冷えるから性能が上がるっていうことは特にないようです。まあ寿命は伸びるはずなんですけどね、なんて思ってたらこの間4090が壊れてびっくりしましたけど、まあ 12V ハイパワーだけの問題だったんで事なきを得ましたが、まあね、こんなに過保護な環境で使ってんのに劣化なんて言ったらね、ちょっとねって思っちゃいますね。まあそういう環境で使ってるからメイ君のインテルの CPU はまだ劣化してないのかな。はい、続いてはね F124 ですね。こちらも左側が 7950X3D、 右側が 14900K、 どちらも適用後の 4K 品質になってますね。はい、でこれもシングル環境の 4K でやると普通に 7950X3D の方が勝つんですよ。すごい勢いで勝てるんですけど、これがトリプルの NVIDIA サラウンドを適用すると逆転しちゃうんですよね。っていうことはやっぱりこのトリプル環境って GPU にもベースで負荷もかかるし、 CPU にもやっぱり何らかの負荷が常にかかってるのかなと思います。まあ、その環境でシムレスゲームをやろうとするとやっぱり 7900X3D の方がちょっと辛いのかなと。これがチップ構造から来る問題なのか、単純にコアやの数やクロックが少ないから来る問題なのかはちょっとこれでこっちの検証じゃわからないですけど、まあそういうところにもしかしたらこの結果の問題が隠されているのかなと思います。こういった結果になるからやっぱり7950X3D 側でシミュレースゲームをやるとやっぱりどこかでカクつくんですよね。 14900K の方でやるとどんなにクロック落としてもカクつきはない、滑らかに動くので、ここら辺がやっぱりシミュレースゲームでやる場合は現状本当だったらインテルを選びたかったんですけど、このね劣化問題があるんでこっちの方がいいですよなんてのは間違っても言えないですね。まあ、なんかあったら責任取れないですから。はい、まあ、とりあえずねインテルさんはねもう次のコアウルトラがあと1ヶ月後ぐらいに迫ってますんで、もうそっち待ちですかね。まあ、ただね新規の CPU なんで今度マザーボードも800シリーズに買い替えなきゃいけないですし、いろいろ初期投資増えますよね。LGA1700 じゃなくなっちゃうんで、そもそも水枕も変更しなきゃいけないんで、メゲ君みたいに本格水冷でやってる人は結構な投資金額になりそうですね。まあやだやだ。
はい、ということでね、結果が終わりましたね。結構差がつきましたね。これね、本当にやっぱりこの 11520×2160 っていう広大なスペースでやるとこういう結果になっちゃうんですかね。まあ、通常のあのところで、他のところでやってるシングル環境での検証だとこれとは全く違う結果が出るんで、まあ、ここはね、トリプル環境でシムレースゲームをやってる方向けの検証だと思っていただければと思います。はい、続いてフォルツァモータースポーツですね。はい、これもね 4K トリプル環境ですね。はい、だいたいウルトラの設定です。まずはベンチの時はどうかっていう比較ですね。こういうベンチマークのソフトがあるね、 F1 とかね、フォルツァモータースポーツはね、検証が楽でいいですね。同一条件で比べられるんで正確性も増しますね。まあ、ただね、ベンチの負荷と実際の走行の負荷違うっていうのもあるし、まあ一長一短ですかね。そしてね、こちらの結果もね、あらびっくり、どっちも同じなんですね。あのところどころ誤差程度には違うんですけど、このベンチの結果を見るとどちらも同じ。ただですね、スタッター数が圧倒的に違うので、その分やっぱり 7950X3D の方がちょっとカクつく感じはしちゃうのかなといったところです。はい、続いてはね、同じフォルツァモータースポーツで、実際にレースした時の FPS の変化を見てみたいと思います。まあ、コースはね、スパフランコルシャンですね。どちらも同じマシン、フェラーリですね、458GT3。 まあ、こちらで一周軽く回ってどうかっていう感じですね。まあ、抜かずに後ろをひたすら我慢して走るという計測方法になっています。それじゃね、スタートですね。左側が 7950X3D、 右側が 14900K になってます。まあ、ほんのちょっと 14900K が平均 FPS で上回るっていう感じですけど、まあ、ベンチ上全く同じ数値出してましたが、まあスタッターの数の差、まあ、これが実走行の差になるんですかね。まあ、ほんのちょっとだけ、ただまあ誤差ですよね。まあ、キャップレム X 上の FPS を見てると、まずその時々で、まあ、3から5ぐらいはインテル側の方が上回るんで、まあ、快適度としてはやっぱりインテル側の方が現状上回ってますかね。まあ、やっぱりさっきも話しましたけど、消費電力はね、 7950X3D がまあ80後半から90ちょっと、インテル側は最大 140W ぐらいまでいってるんで、まあ、TDP を抑えてもやっぱりインテルの方が消費電力が高いですね。まあクロックもね、インテルは 5.7 で回ってますけど、7950X3D は DDO2 かけても 5.2 にも届かない形ですね。で、CPU の温度に関しては、まあ、14900K が50度、 7950X3D は今61度、クロックが低いのに 7950X3D の方が発熱は高いのは、これはね、外出しのラジエーターの厚みの関係かなと。同じ方向で冷却してるとやっぱりラジエーターが30ミリと60ミリの差があるので、その分やっぱり冷却能力は落ちてるんですかね。まあ、あとはね、インテル側はデフォルト設定ですけど、まあ 7950X3D は簡易とはいえオーバークロックしてますので、まあ、そこら辺が発熱の原因になってるのかなっていう気がします。で、4090の方ですけど、まあ、今度はね、逆になって AMD 側は EK の両面冷却で、右側の 14900K の4090は、バイクスキーの片面冷却になってます。そうすると同じクロック、同じ使用率、ほぼ同じ
電力ワット数で動いてますけど、水温としては GPU 温度としては 2,3 度変わってきますかね。あとはホットスポットとかジャンク、メモリのところとかはね、もう全然 EK の両面の方が冷えるんで、まあ高いだけはあるのかなっていう気がします。はい、続いてはね、もう始まってますね、アセットコルサコンペツをね、これも、裏設定で 4K 品質にしてます。でピック設定で、左が 795XCD、 右が 14900K ですね。でこの辺りからやっぱりシングレースゲームちょっとずつ綺麗になってくると重くなってきますね。これね、50台入れてスパを、1周軽く走っていく感じなんですけど、やっぱりね、50台マックスも入れるとだいぶ差がついちゃいましたね。 14900K 右側で 83fps、 7950X3D が左側で 64fps って形になってます。ここまで来るとね、だいぶ違いますよね。こうやって見るとやっぱりね、何回も言うんですけど、3画面トリプル環境でやる場合はやっぱりコア数が多くてクロックが高い方が有利なのかなっていう気がしちゃいますね。で今回ね、これどの動画も全部OBS で録画してるんで、通常ゲームだけをやるパターンよりも FPS は下がってると思いますが、まあどちらもこの手くらいの CPU でやると、まあ、問題なく動いちゃいますね。なんでこれからやられる方、配信も考えてる方はこのぐらいの性能があると、まあ、配信しながらゲームが滑らかにできるようになると思います。でメイクはね、モニターをね7枚稼働させてるんで、まあ、その都合もあって、14900K は 4090 に 3060 の組み合わせ、 7950XDP は 4090 に 4070 の組み合わせで普段は使ってるんですけど、今回は、OBS の録画はどちらも4090で1枚で行っています。なので、キャプレム X の中にある4090ビデオエンジンっていうところの使用率が、4090だけに上がって、3060と4070は 0% になっているので、そちらの方では、エンコードを行ってないっていうことになります。これをね、負荷を分散させる場合はせっかく2枚ついてるんで、 OBS の設定で、2枚目の GPU のビデオエンジンを使うっていう設定ができますので、まあ、そちらに負荷をかけることも可能です。まあ、今回のね、検証では3060と4070だと性能にだいぶ差があるので、ここら辺でね、 AMD にだいぶ有利に働いちゃうので、まあ、今回は4090だけで処理させるようにしています。これね、メモリーもね、14900K はね、V カラーの8000を使ってるんですけど、 AMD 側は6000以上投入してもスピードが全然速くならないんで、 G スキルで6000を使ってますね。あとは、まあ、ベースのメモリー容量が 14900K は V カラーのやつは 48GB、 24枚なんで、こういうのも人にやっぱり差になってくるのかなということでね、結構差つきましたね。20、この差だとっていう感じですね。はい、はい、続いてはね、同じアセットコルサコンペツヨーネで雨で乗った場合です。ウェットだともっと処理落ちるのかなと思ったんですけど、あんまり変わんないんですよね。特にインテル側は、まあ、どちらも10ずつぐらいは落ちましたけど、まあ、同じコーススパーで50台車を入れて、まあ、最後尾をのんびり走っていく形の検証になりますが、どちらもほどほどにFPS は維持できてますね。まあ、特に 14900K はこの状態でも平均 77fps 出るので、もう全くゲームに支障はない感じですかね。
まあ、ただね、7950MX3D も 56fps って数字上は遅れを取ってますけど、ゲームをやる分にはまあ問題はないですね。この FPS ね、高ければ高いほどいいんでしょうけど、そもそもね、人間の目にそこまで判別できないですよね。FPS ゲームやってる方とかは、まあ、超人的な動体視力でね、そこをカバーしていく必要とするんでしょうけど、まあ、メイ君のね、このなんちゃってシムレース生活ではね、まあ、FPS は60ぐらいあれば滑らかに動いてるような気がしちゃいます。一応ね、モニターの上限は 120Hz なんで、まあ、120fps までは出てくれるとモニターが無駄にならないのかなっていう気はします。はい、もうね、雨で乗るとね、前に車がいると全く見えないですね。まあ、これだけ前が見えないとなかなか処理も大変なんでしょうね。その分やっぱり晴れで乗るよりは10ぐらい、平均10ぐらいは FPS ちょうど落ちてる感じですかね。GPU はね、どちらもずっと 99% で動いてますね。ただ消費電力はまあちょっと、まあ言うほど変わらない誤差ですかね。まあ、クロック GPU のクロックもどちらも 2835MHz、 Zotac の、4090ですけど、しっかり OC モデルとして、通常の定格よりはクロックはかかってますね。標準で、まあ、3ギガぐらいまで余裕でかけられるんですけど、かけたところでゲームが不安定になるだけなんですよね。まあ、ここら辺がね、オーバークロックなんかできても全然意味がないじゃんっていう理由かなと。 CPU もね、オーバークロック、まあ、14900K はかつてはね、オールコア 6.2 とかで動かしてましたけど、動かしたからって FPS はね、もう1とか2しか変わんない、もしくは途中でゲームが落ちるみたいな感じの不安定さがあるんで、まあ、このデフォで乗ってる方がね、精神衛生上はいいのかなと思いましたね。はい、ということでね、アセットコルサコンペセオネも一周回ってきましたね。こんな感じなんで、まあインテルもいろいろ問題ありましたけど、最初からこういう仕様で出してれば誰も文句言わないし、そこそこいい性能は出てると思います。はい、次続いてね、これ最後になりますね、オートモビリスタ2ですね。これはね、シムレースゲームの中では比較的軽めな方だと思います。はい、こちらもほぼウルトラ設定で、4K トリプルですね。はい、でこの環境でやるとね、あら不思議、逆転するんですね。 7950MX3D が平均72、 14900K が平均66と、さっきまでの比較とはね、真反対の結果が出ます。なんでこれね、もはやこの2つの石はね、どっちも同じぐらいの性能なんでしょうね。もう得て増えてで、それぞれスコアが変わるぐらいな感じになっちゃってます。まあ、これはね、オートモビリスタ2は元々が軽めなゲームだと思うので、まあ、その分 7950MX3D のこの 3DV キャッシュが効きやすいのかなっていう気がします。これもね、 4K1 枚でゲームやるとやっぱり 7950MX3D の方がね、全然勝っちゃうんですよね。ここら辺のトリプルになってくると、だいぶ性能が拮抗するっていう感じの結果になります。70ぐらいまで出ることはあるんですけども、ところどころ落ち込むんで、まあ、そこが差になるのかなと。
あとは、まあ、メイクのこの実走行なんで足引かせるのもいるとは思うんですよね。こう前の車がどのぐらい映ってるかによってはやっぱり GPU の負荷も違ってくると思うんですけど、まあ、一応ね AI を強めにして最後尾を AI が邪魔にならない速度で走っていくところを後ろから追いかけていくスタイルにしてるので、ほぼ似たような速度では走れてるし、全部の車を自分より前に捉えてるので、まあ、ほぼほぼ同じ台数を画面の中に映してるはずなんですけどね、まあ、この辺りまで来るとねもう FPS にほとんど差はない感じですね。まあ若干落ちたり差がなくなったりっていうのを繰り返してますね。まあ他のシムレースゲームもこれやってみないとまあなんとも言えないですけど、まあ一つ言えるのは NVIDIA のこのトリック環境でサラウンド設定しちゃうと 7950X3D の一番いいところを 3DV キャッシュっていうのは、そこまでインテルに対してアドバンテージはないのかなと。ただそうは言ってももともとのその消費電力が少なさ、100ワットを超えないこの少なさってほぼ同じような性能、まあ場合によっては勝っちゃうっていうのは AMD の技術のすごいところなのかなと思います。まあ劣化もしないですしね、全然普通に買うんだったらこっちなんじゃないかなと思います。はい、続いてはねオートモビスターズで今度雨ですね。雨もやっぱり、左の 795X3D は平均72、右の 14900K は平均60ということで結構な大差がつきましたね。まあ、これも本当に得意不得意なんでしょうね。エンピアのサラウンドで3画面にする場合もラネオンの何でしたっけ、ちょっと名前忘れちゃいましたけど3画面にしてもやっぱり同じように負荷がかかるんで結果としては同じような感じになります。ラデオンのね 7900XTX のアクアを、MD 側に装着してまあ何回か検証しましたけど、やっぱり4090より XTX の方がちょっと性能が落ちるっていうのもあるんですけど、特にこの3画面でやると結構つらいですね。まあ、なんで今のところやっぱり NVIDIA 4090がこのトリプル環境でやる場合は一択なのかなと。ラネオンのいいところも AMFM とか、まああいったものがこのトリプル環境だと機能しなくなっちゃうんですよね。それはNVIDIA の DLSS3 も機能しないんで、まあ、フレームジェネレーションっていうものがそもそも機能しなくなっちゃうんで、まあ、自力の強さで4090に一択っていうことになるのかなと。これね、シングル環境でやられる方であれば、4070とか、ラデオンとかでも、XTX までいかなくても、XT とかで、十分フレーム生成使えばいい数字出ると思うんですよね。特にこうレースゲームじゃなくて FPS やられる方であれば余計にいい数字が出ると思いますので、その場合はね今回のこの結果の限りではないと思います。今度サイバーパンクで FSR3 が適用されたらしいんで、ちょっと4090でNVIDIA で AMD の機能を使ったらどのぐらい伸びるかっていうのをやってみようかなと思いますけど、まあ、そういった技術がねこのシミュレーションゲームにも応用されるようになるのかっていうのはちょっと不透明ですけど、今のところは自力の性能に頼らざるを得ないので、まあ、4090、まあ、引いては続いての5090っていうところを狙っていくのが心の安定なのかなっていった感じで、はい、ということでね結構長いことを検証しましたけど、シムレースゲームやってる人に関してみたら見てはねちょっと検証した本数が少なかったですけどね、モータースポーツと F1 とアセットクロスはコンペティブネットを
このお供の2つだけまだまだいっぱいあるんで、まあ、今後ねいろいろやっていきたいと思います。まあね、適用前後の比較はできなかったんですけど、トリプル環境でのベンチ比較になっちゃいましたが、まあどちらも一長一短ですね。通常 4K1 枚のモニターでの検証よりもやっぱり GPU よりさらに負荷がかかっているようなんで、通常のシングルモニターの環境のベンチの結果とは違う結果になりましたね。まあ、軽いと思われるゲームでは795まで 3D が勝つことが多くて、重いゲームでは割と 14900K が勝ってました。まあ、インテルもね、劣化の問題がなければトリプル環境での CPU としての選択ができたんですけどね、まあ、次のねコアウルトラにとりあえず期待ですかね。どうなることやら。まあ、シングルモニター環境の FPS ゲームなどでは 795MX3D の 3DV キャッシュがね非常に良い結果を出すんですけど、トリプル環境ではこの差が覆っちゃうようですね。まあ、引き続き他のシムレースゲームでタイトルでも比較していきたいと思います。重いゲームがインテル有利だったらアルファクター2とかはインテルは有利になりそうですけどね。どうなんですかね。まあ、それじゃね、最後までお付き合いありがとうございました。またねー。